みなさんこんにちは、しょりみちゃんねのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はすることを聞いてないんですけども、もう見えてるんですよね。今回はですね、もうこれで最後だと思います。はい、もう6年間やだよ、感しかしない、お世話になった先生方、先生方じゃない、あれです、友達、いや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 、校舎いきますよ、じゃじゃーん、わかりますか、ランドセルです、抜き打ちランドセルチェックですね。あらやだ、はい、どうぞどうも。ねえ、ちょっと待って、ダメだよ、言い訳させて、ダメだよ、何言い訳させて、私あの毎日あのハンカチ、ティッシュ、ナフキンを持ってってるんですけど、ハンカチとナフキンの洗濯は朝に出して朝に取り替えてるので、あの今ね、あの夜なんですよ、6時なんですよ、だから今日使ったものが入ってるんですよ。じゃあそれはしょうがない。それはしょうがない。言って、じゃあこれは朝出すやつですとか、うん。それは朝出すます。それは朝出すやつなので仕方がないと思ってください。はい、言い訳でした。よし、行きまーす。はい、じゃあね、待って早いよ。はい、じゃあね、なんで最後かっていうと、しほちゃんもうね、6年生で、あともう学校行くのも約30日ですね。登校日数は約30日で、だから登校日数が30日だから、実際ランドセルちょっと、まあランドセルはしょうかもしれないけど、本当このランドセルもあと1ヶ月ぐらいしか一緒に共にできないということで、そうですね、すごく寂しく思ってるんですけど、この30日をね、寂しい、大丈夫、この30日をね、ちょっと胸に噛み、いやいや今そういう動画じゃないから、そういう動画じゃないから、ちょっと待って、それはまたあの間近になってからしてくれるかな。今はですね、もう最後だということで、ランドセルの抜き打ちチェックをしたいと思います。いやー、多分ね、終わり間近に抜き打ちしてもつまんないと思うので、断ると言ったら、え？なんですね、断ると言ったらなんですね、聞こえないな、嘘が下手だな。じゃあね、本当にこれガチなんで、本当に中身いじらせてないので、ママが持ってきてるので、マジだるいって感じなんですけど、ね、はい、ということでね、チェックしていきましょう。で、ちょっと名前が本当ガチなんで、普通に名前、やばい、ここに名前がついてる、そうだ、ちょっとそれだけ、ちょっとマスキングテープない、うちうち、いや、うちあるから、うちって大きい括りにしないで。はい、ということでやっていきます。ランドセルの断面はこんな感じになって、断面とってもなんかすごい詰まってますね、上にで、上がポケットで、うん、下が、うん、教科書類です。そうですね、はい、もう嫌なのでサクサクやっていきます。まず上の段ね、まずこれは朝に使う手下げです。はい、これは金曜日に、うん、体操服とかと一緒に洗濯に出してるんですけど、うん、これは今体温ファイルみたいなのがあって、うん、ファイルを朝出さなくてはいけなくて、ランドセルに入れちゃうと一回開けて取って出さないといけなくて、このね、手下げに入れることによってもうすぐ出せって出せるみたいな、すごい便利な商品となっております。これはフライングタイガーの袋でございます。これをね、活用しててめちゃぴったりなサイズなんですよ、その対応ファイルと、うん、すごいおすすめです。水筒も一緒に入れちゃってるけどね。あ、そうですね、次は言い訳させてって言ったやつですね、ハンカチと、今日使ったハンカチと今日使ったナフキン、これは明日の朝に出します、洗濯に。はい、次に筆箱ですね。あれ、またそれに戻ったの結局。あ、これが本命なの。あ、やっぱ本命な、汚くても。汚くてもこれがもう好きすぎてたまらなくて、うん、これを超えるものがいなくて、私は魚ではなくこっちを使うことにしました。なるほど、はい、なのでずっとこれです、私は。よし、次にね、ティッシュですね、ティッシュ。なんで隠す。いや、これ使ってないよ。そうだね、
ティッシュなんですけど、はい、あのこういうものたちをぶっ込むことによって折れてしまったっていうティッシュと、はい、あと新品の空いてないティッシュです、はい、これは予備ですね。であとカイロとマスクと、はい、なんか入っちゃったのがボールペンボールペンが1本ボールペン出てきました。1本ボールペンがちょっと待って、なんか入ってる他にも、なんかお守りのさ、紐みたいなのが出てきたんだけど。あ、ほんとだ。ちょっと待って、なんだろうね。お守りの紐と、なんか、はい、なんか入ってるボールペンお守りなくしちゃったの。お守り取れちゃったのかな。取れちゃってなくなっちゃった。紐だけ残った。紐だけ残っ、うん、紐だけ残った状態。そうだよね。ちょっと脱走しちゃって、お守りが。で、ポケットは以上でございます。はい。空っぽです。はい。次。次。あのちっちゃいポケットは？鍵だけ？鍵とマスク。マスクそこにも入ってんの？ここにもマスクと。あ、本当だ。予備のマスクね。何？ちょっと待って。これ。ちょっと待って、これ友達からもらった写真が入ってるんだけど。ああ、友達の写真だから見せれないんだけど、ママにだけ見せるね、うん、これいやいや、これね、もらって、入れて持って帰ろうと思ってずっとそのままだった。なるほど、取り忘れね。取り忘れたよ。おじいちゃんがそれ持っててもしょうがなくてなんでなるの。ムラつくなんかね、なんでランドセルにずっと入れっぱなしなのみたいな本当だよ、ね、ずっと行き来してたよ、ね。鍵です。鍵は出さなくて大丈夫です。あ、え、他にあったなんか。お守り入ってた。あ、お守り入ってる。鍵に絡まってるけど鍵。あ、お守りね。マスクもう一枚入れてきた。はい。以上ですね。はい、以上です。じゃあしまっときますか。またこの写真も出してる。写真はもう虚しい。虚しい。ちょっと悲しくなるわ。よし。はい。次。はい、じゃあ次大きいところね。まあ大きいところはまあノートとかだと思うんで、サクサクっといきましょう。ノート、はい。あとこれファイル、はい、ファイル。これもノート、はい、ノート。これもノート。名前の目はね、そうですね、ちょっとモザイクめんどくさいんでこれがあのさっき言ってた4枚ですね、健康管理的な、毎日絶対必要なやつですね。これがノート、はい、これが教科書、はい。でこれが漢字スキル、はい。でこれが漢字ノート、はい。これこれか算数のノートと教科書、はい、こうやってあのちょっと入れてて、ね、やってるところとノートすぐ出せるように素晴らしい。で連絡帳を、はい、テストこっちかな、うん、ファイル、ファイルな、テストファイル、はい、ちょっと待って、ちょっと読ませるってファイルにプリント、プリント、はい、テストプリント、テストっていうかあの復習、あ、復習ね、プリント、はい、これも入れとこう、はい、あと空のファイル、うん、と予備の筆箱、もう予備、朝からいるんだ、一応予備いるんだけど、本命はこっちだ、そうですね。以上でございますね。あ、ほんとだ。あんまなかったでしょ。あんまなんか、うおっていうのはなかったね。さすが6年生、これでうおっていうのがあったらね、やばいもんね。素晴らしい、もっと褒めていいのよ。一番のあれは何だったんだろうね。お友達の写真だで、あと脇についてるそのシューズのやつはもうずっと ついてるね。あ、うん、これね、もうやっぱりこういう風な形でつけると絶対取れないっていうか。そうなんよね、もうやっぱ紐とか普通のキーホルダーって絶対ずっとつけてると取れちゃったりするんだけど、こういう風にちゃんとね、もうなんて言うんだっけ、この輪っか、なんて言うんだっけ、ね、なんか名前あったよね。こういうしっかりした頑丈なやつでつけてると、やっぱりこれ多分2年生ぐらいからだよね、もうずっとつけてるよね。2年間ぐらいずっとつけててもうボロボロなんですけど、でも絶対ついてるもんね。もうだから普通超ボロボロで、もう本当だ、もう靴がめくれてきちゃったね。せっかくだからね、最後まで最後までね、つけていきましょう。着たいなって思います。それしかつけてないけどね。で、このランドセルはラナちゃんランドセル、うん、そうだね。まあでも6年間使った割には綺麗な方なんじゃない、だいぶ。そうそうそう、結構ね、だって潰れてないじゃん。よくさ、こう高さが潰れちゃうランドセルあるけど、全然全然綺麗な感じで、全然綺麗な方かなって思います。うん、ね、もうあの途中からね、もうランドセルカバーもつけなくなっちゃったし、ランドセルカバーもなしで、ちょっとこれ、うん、まあ、3年ぐらいからずっと、うん、まあね、でもカバーつけちゃうと本当
色がね、わかんなくなっちゃうしね。結局あと透明なのつけても、うん、どんどん黒くなっていくだけで逆に汚く見えるっていうか。そう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 、うん、だからやっぱカバーつけないのが一番だなって最近思い始めてきて、まあ、6年間ね、うん、ちゃんと使えれば別にカバーなんていらないし。そうなんだよ。実際ね、もう途中から使ってなかったけど、こんな風にこんな感じで結構綺麗に保ててるんじゃないでしょうか。まあ扱いはね、別に丁寧な子じゃないんですけど、あ、もうダダダダン、もう朝とかもう玄関にブワーンみたいな投げるみたいな言わないでよ。そういう感じな扱いなのに、まあ綺麗っていう、まあランドセルがしっかりしてるのかもしれないけどね。でもそこに置くときもね、案外やっぱねランドセルって丈夫だよね。そう、すごい丈夫だよ、うん、本当に。だから6年間そう絶対持つから、もうみんなあんまりね、こう重たいのとかより絶対軽い方がいいというね。これからランドセル買う人もういない、うん、もうこのチャンネルで見てる子はいないかもしれないけど、そういう、あ、そうだね、これから小学生に上がる子なんてもういないかもしれないけど、やっぱね今の時代は軽い方がいい。そう、もうね、教科書とかもなんだかんだ言って持って帰ったりね、うん、たまにするから、うん、重いのは辛いよね、うん、辛い。はい、ということで今回はね、6年生のまあ最後になるのかなっていうランドセル紹介をしてみました。ということでね、まあ変わってない部分もいろいろあると思うんですけど、やっぱりね、私のランドセルは綺麗だったということで終わりにしたいなと思います。はい、ということで、なんかもっと汚くしろよとかさ、そんな人いないよ、つまんねえじゃねえかよとか思う人もいるかもしれないんですけど、まあまあそこはちょっと私が、大ボスがいるから下に、綺麗好きだなと思っていただけたらいいなと思います。下に大ボスいるから、リミという大ボスね。はい、妹ちゃんですね。妹ちゃんはきっと期待に応えてくれるランドセルだと思う。次やりますか、ちょっと次 ね、あの妹ちゃんのね、うん、ランドセルをちょっと、はい、抜き打ちしたいなと思います。はい、ということで、それではバイバーイ。